進捗報告。これで全てが変化。9次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。あなた方が地球上で素晴らしく大きな進歩を遂げているお知らせができることを私たちは大変嬉しく思っています。私たちは集合体グループとして、そして全集合体における一員である個々人として皆さんにお話ししています。皆さんが飛躍的に成長しているのはお互いに思いやる気持ちがあるからです。遠く離れた場所に住んでいる人を思いやる気持ちがあればこそ、地域社会で身近な友人や家族の輪の中で思いやりから行動することが可能なのを私たちは知っています。それゆえインターネットが本当に皆さんのお役立ちになったこととは、地球全土に向けて愛、思いやり、癒しの必要性のある気づきをもたらしたということです。そして転生前より思いやりのあるものになると決めていた人々は、今ステップアップ、向上、進化、成長しています。あなた方は成長し拡大しています。苦しみや不正を知るたびに、人類全体の集合意識にポジティブなエネルギーを継ぎ足しています。他者たちのためにより良くなることを望んでいるのが皆さんであり、それを実現するためにはどうすればいいのかわからないこともあるものの、それこそが大きな変化を生み出すことになるでしょう。特定の状況でどうすればいいのかわからなくとも、助けたいという気持ちは周知であり、望んで助けたいという気持ちがその状況にエネルギーを呼び込むことになります。そして再度のお伝えになりますが、皆さんが助けを求めることで、目の前にいる困っている人への対応方法が変わってくるのです。あなた方は世界をもっと良い場所にするために自分にできることをしています。そうした影響は地球全体で感じられています。さて、そのような成長によって皆さんはさらなる多くの能力を手に入れることができるでしょう。皆さんが能力を発揮して善行をしようと示せば、もっと多くのアクティベーションとアップグレードを受け取ることにもなるでしょう。それは何かしら善行を積むという行為が皆さんを解放するのです。つまり報酬制度といった見返りがあるわけではありません。もちろん一度手に入れた能力を自分勝手に使う選択は可能ですが、それは皆さんを分離させます。そして進化の流れから遠ざかることになります。それゆえに何事も意図が全てなのです。そして意図は肯定的ポジティブな方法で意識を育てるのに役立ち、覚醒した集合体として持てる皆さんの善なる意図は、行動をはるかに凌駕した何かしら卓越したものが増えるのです。あなた方は根性において地球上の意識の進化のムーブメントの一員となる選択をした自分に
大きな誇りを持って良いでしょう。皆さんが人類の意識を高め、多元宇宙全体に波及するシフトをもたらすよう、取り組んでいること、できること、今後取り組んでいくだろうことは、驚くべきことであり、注目に値します。あらゆる小さな意図、思考、言葉、そして行動が重要なのです。ですから、だから自らを信じて、もっと大きな使命、つまり何十億とは言わないまでも、何百万にも影響するような使命についてリラックスしてください。なぜなら、皆さんはすでにそのような進化のムーブメントの真っ只中に組みしていて、素晴らしく奮励してくれているからです。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。エネルギー的な大潮流を創造するための銀河の支援。9次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちはここ9次元で他の多くの集合体と振動をシンクロ同期させており、なぜなら、プレアデス、アンドロメダ、シリウス、ライラ、リラ、そして銀河中の多星系の仲間たちと同じ波長になった時に得られるつながりの感覚が大好きだからです。私たちは共通点の多い他の集合体と共同作業することで得られるこの相乗効果の体験からとてもワクワクするのを味わえるのです。また地球上にいるあなた方全員を支援するための新たな視点やアイデアや新たなアプローチを発見し、皆さんにそういった合図を送って、皆さんが調和すること、一緒にまとまること、共通点を探すことの価値を感じてもらい、人類の意識を高めるという共通の目標に向かって、皆さんも共同作業することができるようにしています。私たちは皆さんをとても愛しており、できる限りの支援をしたいと思っていますが、私たちができることには限界があり、どこかの時点で皆さんが私たちを例に倣ってお手本として引き継ぐ必要があるのです。そこで困っている人々を助けたいという共通の目的を持って、一緒にまとまって集まった時の実効性を私たちは伝えているのです。私たちから見れば全人類は支援を必要としていますが、あなた方が配置されているところから見れば、あなた方よりもさらに困っている人々が他にもいることがわかるでしょうし、そしてあなた方が十分すぎるほど持てるものがあり、今苦しんでいる人々を助けることができるとわかるでしょう。できればいつの日か全人類が一人でも食べ物や避難所がなければ、グリッドラインを通じて共感して感応することからテレパシーに優れてくると、皆さん全員が苦しむという認識ができるようになりたいものです。皆さんの中には多くの人々の役立つために思いやりの
共感する能力を筋トレをするように発達させ、そして他の人々を奮い立たせるのも知っています。あなた方が、たとえ意見の合わない仲間であっても、困っている人々のために協力できる方法を探し続けることを、私たちは願っています。一人の人間が他の人間を助けるために手を差し伸べるたびに起こる波及効果を考えてみてください。そして何千人もの人々が一つの目的のために集まり、皆さんの世界に変化を生み出し、皆さんがいつも手にしていた機会を他の人々にもたらすときに生じるエネルギーの波をイメージしてみてください。私たちは地球上の全問題を解決するように頼んでいるわけではなく、この送信を重荷に感じて欲しくもないのです。ただ、あなた方の世界にはハリケーンや洪水、その他の自然災害の被害者を助ける上で、諸問題で意見が一致しない人々がいることを考えてみてほしいのですが、そういったことがあなた方を団結させるものなのです。そういったことこそが私たち全員を団結させるものでもあるのです。誰もが何か誰かとあるグループのことかを気にかけています。このような時には気にかけているのを認識することがとても重要です。自らにできることをしてください。つまり赤ちゃんのよちよち歩く歩幅用に少しずつ前進し、そして皆さんが心に思うような気にかけて反映していることは、少しずつでも波及効果があり、エネルギー的な大波、大潮流へと発展し続けていくことを知ってください。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？では、参考までに宇宙のエネルギーの供給の仕方を簡単に説明しますね。やり方にはいろいろな方法がありますので、ご自分に合ったやり方でやってみてください。YouTube 上にもたくさんあります。まず、最初に光に包まれている地球をイメージしてみてください。あなたはゆったりとした、楽しい、ポジティブな気持ちでリラックスしています。そこへ宇宙からのきらめく美しい光のエネルギーが地球にいるあなたの体を通して降りてきます。宇宙から降りてきた美しい光のエネルギーを自分にまっすぐに下ろしてください。そしてその光を自分を通して地球の中心にあるクリスタルまで届けてください。自分と地球の中心のクリスタルがつながることによってグラウンディングの強化になります。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたら、コメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。